くぞ、決めました。はい、ということで、予選第、4回戦の様子を見ていきたいと思います。ツバイランスの DM 大学、リアルの大会を先日行わせていただきました。すみません、大変申し訳ございません。左手のですね、シラ選手、ラグナロクザクロックが降臨しており、画面がフリーズしております。後ほどですね、動き出しますので、少々お待ちください。ということで、デッキ非常に注目ですね。13番目の計画、インビンジブル13が採用された、動き出しました。はい、大丈夫です。クロックから解き放たれました。インビンジブル13を、採用したタイプの JO 対価ですね、1枚のみの採用となります。一見するとモムキングダム X 引ける確率下がりそうですが、まあ、その分サーチカードなどを、潤沢に採用して、まあ動きはね、なんとかできるようにしているといったような工夫がされた構築となっています。対する右手のロミア選手は、うちのサーバーでも何度か結果を残しているような、強豪プレイヤーの方で、使用デッキはですね、まあマナーに見えるのはディザスターデドダムなので、まあ、まだわからないんですが、まああのね、多分サムネとかにもあると思うので言いますが、墓地対価ですね。墓地対価対、まあ、この JO 対価に関して相性で言えば、基本的には、まあ、JO 対価側がかなり有利ですね。ただ、墓地対価側がバイモデルクロックみたいなタイプの構築であった場合に、トリガーの噛み合い次第ではまくれるパターンというのが出てきますね。ロイヤルドリアンも刺さりますし、バイモデルからデスマーチを出してみたいな、展開も想像できるので、まあ、ワンチャンあるかもしれないということで、そのロミア選手側はもちろんあのバイモデルを採用しているということで、さあどういったゲーム展開になっていくのでしょうか。まあ、2ターン目にエマジェン打っていきたいところですね、墓地対価側としては。それかダンディナスを、さあエマジェンシータイフをしっかりとプレイして2枚を、引いて1枚落としていきます。基本的には、まあ、バルカディアネックスを落とすのが強くて、時点で、まあ、あのバイモデル踏んだ時に蘇生して強いデドダムジルコンみたいなカードを落とすのが、まあ、強いか、まあ、しかしここはしっかりバルカディア落としてですね、まあ、全然、一番やりたい動きが、現状できております。しかし2ターン目にしっかりとモモキングダム X 出せてる状況ですので、あとは対価カード引けてる朝バッドドッグを引いたということ、埋めたということは、当然持ってるということです。さあまずはエボリューションエッグ打っていきます。エボリューションエッグ打って、好きなカード、好きな進化クリーチャーを手札に加えられるので、このタイム面であれば基本的にはアルカディアスモモキングを出しておくことによって、大抵の進化プランは、なんとか止めることができますね。まあアルモモ持ってるならキャンベロかなといったところで、アルカディアスモモキングですね、これで落城の刑が唱えられなくなります。はい、かなり、もう罪の状、罪ではないんですよね。ロイヤルドリアンやバイモデルがあるので罪ではないんですけど、はい、しかしここは退化せずにターン終了。まあ退化できたんですが、多分まあ進化先がまだ揃ってなかったので、このタイミングで下手に退化してもしょうがないと。さあここ落城の刑打たれると、下のモモキングがあのバウンスされてしまうのがちょっと痛いですね。まあかといって、まあ、ここで落城を使ってしまうと、あの墓地対価側も結構厳しいんですが、厳しいですし、結局モモキング JO 手札に帰っちゃってるので、まあ、落城の2枚目ないならちょっとそれはあんまり美味しくないですね。さあしかしここはしっかりデドダム出していきました。まあ、強力な動きですね。これで、ロイヤルドリアンが5マナで出せるので、まあ、そのマナ域に到達しました。もちろん言ったことジルコン でデスマーチですね。でこのデスマーチを、まあ、出すかどうかというところなんですが、まあ、デスマーチ複数あるなら、まあ、出しておいた方がいいかな。まあ、場に残る可能、場に残ってればロイヤルド、あの仮にアルモモ立てられてもさあ強いということ。さあここは、デスマーチ2枚目があったのかもしれません。しっかりと、ロイヤルドリアンに、アルモモを出されてもロイヤルドリアンに備えてといったところで、デスマーチの先出し、これは非常に、大事なプレイですね。しかしまあバットドッグマニアックス埋めているので、まあ持ってんじゃねえのと、いったような、まあ、ところですね。まあ持たれてたらそれはそれって感じかな。さあ1マナでダブルホール。さあ、モモキングダム X を破壊して2枚ドローというね、非常に強力な対価カードの中でも特に、まあ、リソースを、獲得できる強力なカード。そしてエボリューションエッグ。さあ、これはですね、デスマーチ残るかもしれません。まあ、ボルバルモモキングで、まあ、どかすことはできるんですけど、その場合アルカディアスモモキングを出せてないということになるので、まあどっちに転んでも美味しいデスマーチでしたね。本当にあの僕もよく対価使ってて思うんですけど、こうデスマーチをまあ場にポン置きしておくかどうかの判断みたいなところは本当に大事になってくるので、はい、使う皆さんはね、あの意識してください。本当に僕はこのまああの 紙視点で今見てますけど、ロミア選手のこのデスマーチポン置きすごい熱あっていいプレイだなって。ワンチャンここでボルバルモモキングとか回収してきて相手のプレイ歪む可能性だってありますしね、っていうところで、まあ、非常にいいプレイだとあの僕は考えております。
さあ、ここのサーチするカード重要ですね。アルモモはもう確定で持ってるから、まああとはキャンベロで、まあ、トリガーのケアをしていくかなっていうのは。そうですね、まあそうですね、ここで、キャンベロですね。キャンベロレッドスターを回収します。キャンベロレッドスターはモモキング JO の進化能力とはまた異なって、まあ好きなだけ、好きなタイミングに好きなように好きな感じで乗せることができるので、トリガーのケアとして重宝しますね。もちろん対価のコンボに対しても、あの出す制限1回までだよってのは協力。さあ、ここでキャンベロ上にしました。ここで仮にロイヤルドリアン踏んだとしてもキャンベロが剥がれるので強いですね。でクロックは裏目なんですけど、ここさえ通ればさあ アルカリアスモモキングが場に残るという展開になりました。で3点いきますという感じですね。まあただしかしここでロイヤルドリアンを踏むと、まあかなり厳しいですね。まあ、ここロイヤルドリアンがダメだし、まあ、クロックも多分おおむね、まあ、ロイヤルドリアンが 手出しされてきつい。なのでここはバイモデルはワンチャン OK、 バイモデルワンチャン OK で、ダメなのがクロック、天然のクロックとロイヤルドリアン、あとはバイモデルからのクロックみたいなところかな。ここら辺が裏目ですかね。アルモモでここブロックして、そっか、そしたらアルモモ退化しづらいか、かなり精神的に。そしたらアルモモを残した状態でターン返すしかなくなって、あ、そっかそっか、そうそうそうだね、アルモモ残した状態でターン返すか、まあ殴ってくるならアルモモ2枚目要求だよみたいな。そうですね、ここはさらに進めましたね。さあ、でボロボロモンってなると、さあここで、まあ、デドダム倒せるんですけど、こうなると多分トリガーの受けかなり落城でもいいし、めちゃくちゃ何でもいいんですよね。しかし結局何もなかったので通ってダイレクトアタックという、あー、これはね、いや、ロミア選手ね、一見してただぶん投げられて負けたように見えますが、まあ今僕がいろいろ言った、まあ、ことを踏まえて考えてみると、めちゃくちゃまあ上手かったですね。何気なく出したデスマーチ、これがかなり相手に対してのプレッシャーを与えて、最初自分もデスマーチブロックしないで受けるかなと思ってたんですけど、まあ、あれは通さずに受けることによって相手にかなりプレッシャーをかけられるいい選択だったと思います。いくぞ、ゲームスタート。はい、ということで予選最終戦見ていきたいと思います。こちら全勝卓の対戦となっておりますので、まあ予選抜けは、まあ、確定しているのですが、まあ、せっかくなのでね、最後、連勝者同士の対戦、レベルの高い対戦を見ていきたいと思います。まず先行取っていったのは右手シュンシューター選手。使用デッキはギガンディダノスが見えます通りというか、まあ、通りではないんですけど、入ってる構築もあるということで墓地対価デッキ。さあ対する左手タクム選手なんですが、さあ13番目の計画が採用されていて、マナにデッドダムド、ちょっと変わったタイプのデッキになっておりますので、まあ、ひとまず視聴者の皆さんのご想像にお任せしつつ試合の展開を見ていきたいと思います。さあシュンシューター選手、ギガンディダノスマナチャージから少し悩んでおります。まあ、ギガンディダノスね、自然マナ作れるのは結構いい部分でもありますよね。水はクロックとか埋めれば全然供給できるんで、まあ、初手のギガンディダノス置きは悪くはないと思います。まあ、自然足りないんですよね、このデッキどうしても。まあ、そんな中で、あ、悪くないという話をしてたら、さあ、ネイチャー埋めからの、ダンディナッソですね。まあ、ちょっと、まあ、先に言っちゃうと、このタクム選手の使用デッキがハンデス系のデッキなんですね。なので、まあ、手札の減ってしまうダンディナッソを、本当であればあんまり嬉しくはないといったところなんですが、それ以上に、まあ、まず、しっかりとね、バルカイダイネックスを落とし数であったりとか、あとは、まあ、水マナを持っておくことによって、しっかりとデドダムやジルコンプレイしていくっていうことの方が、まあ、重要になってくると、そういったような判断だと思います。さあ、しっかりと山札を確認して、マナに置くカードは、そうですね、ここはまずは文明の確保、ディス・ジルコンをマナに置いておきました。まあ、これによって、ディス・ジルコンをマナからいつでも出せてリソースになるというのはもちろんのこと、まあ、何よりね、やっぱり、色マナとして、非常に強力ですね。さあここで落とすカードはギガンディダノス。しかし、まあこのデッドダムを使う対面に対してギガンディダノスがフィニッシャー足りうるかと言われたら、そういうわけではまあなさそうですよね。さあベルデを埋めて1マナプライマルジャイアント。さあハンデス系のデッキ、ハンデスダムドみたいなね、タイプのデッキと言えるでしょうか。まあ、ここは、シュンシューター選手側、デドダムやジルコンあたりを出して、しっかりバルカで落とせたら強いです。さし、一番強いですね。デドダム。で、ここで一番強いのは、やっぱバルカディアネックスを落としつつと、パーツを集める、あるいはリソースを集めるという動きができれば100点。まあ、ここジルコンを墓地に落としてもプライマルが立ってしまったので、そこはあまり美味しくなくなりました。まあマナー加速はできますけどね、マナー加速はできるものの、まあ、そんなにやっぱ美味しい動きではない、テンポ的には美味しくない動きになりました。
でネイチャーも腐れました、まあ、かなりねアドバンスのキーカードプライマル、まあ、この対面でもしっかりと刺さっております。さあ落城を捨ててバベルギヌスを落としました。さあということは手札に加わったカードは、落城の K よりバリューが高いカードであると思われますね。さあバベルギヌスが落ちましたので、バルカデアニクスからアタックするときにバベル釣ってきて、まあギガニダノス出すみたいなことはできないということになります。さあデッド玉ですね、まあ、お互いにまあかなり、まあ、ナスをスタートが強いかどうかともかくとして、まあ悪くない動きをしていますね。まあ、ナスをでスタートしてしまったことによって一応、まあ、シュンシューター選手側手札が1枚少ない状況になっているので、若干ハンデスが飛んできた時に痛い、まあ、次のターンのダークネスとかそういうカードですね。さあ墓地にマナに置いたカードは虚数転生というカードですね。3枚ドロー3枚捨てて、小型カードを墓地から3体蘇生できるという、珍しい、非常に珍しいカードとなっております。まあ、めちゃくちゃカードが高いですからね、まあ、これはね、はい、パラドキシカルファクトリーのクソデカバージョンみたいな、まあ、感じでしょうか。はい、獣王編だよな確か。獣王編が生んだね、やばいカード活躍シリーズ、本当に最近獣王編やばいですね。さあ面白いカードが見えて、ちょっとこれはハンデス系のデッキだったのかと、いったところが、まあ、シュンシュータ選手に、今分かりました。普通の穴からダークネスだと思いきや、なんかちょっと話変わってきたんじゃないのみたいなところですね。はい、でさらに3マナで手札キープしつつのしっかりとデートダム、プレイしていきました。まあ一応暇だったらね、ネイチャーマナから途絶えて2ブーストとかしたら、まあフェアリーライフにはなるんですけど、まあそんな使い方はしたくないですからね。普通にやっぱマッハファイターとかうまく使ってで、まあ、プライマル飛びたりなんだりといった使い道をしていかないとちょっと、厳しそうですね、この対面は。はい、さあここのデドダムで結構、今は悩んでいる状況になります。はい、しっかりと調光して考えていきましょう。何を加えていくんだいこれね、あんまりカットしてないんですよね。まあそのまんま、ありのままの、まあその当日の臨場感伝えようかなみたいなところで、そのまんま僕声入れてます。あんまりにも証拠なかったらね、雑談始めちゃいますよ。はい、ということで決まりましたかね、ぼちぼち。さあエマジェンを、でも落城をもう1枚を捨てていきました。あんまり捨てたかないと思うんですけどね。さらにエマジェンとむずいんすよね、対価ね。うん、まあいろんなルートがあるからね、ドリアンとか。おお、ここでしっかり、はい、しっかりとパールカリアネクスを落としていきました。はい、でこれ地味にね、まあ、いや何でもない、地味にまあ無限クライムで顔面プラ出せそうな、なんかたまにあるんですよね、対価といえど、無限クライムで顔面プラ出す展開が。まあただ相手デッドダムド使ってる関係上、そのプランはまあなさそうかなといったところで、やっぱ何でもねえやと思いましたね。さあこのターンはまあ何ですかね、ハンデス何かしら妨害をしていきたいところですね。ダークネスとかあるんでしょうか。虚数転生に関してはこのターンでは唱えられないですね。ハンドは4枚。さあここで仮にダークネス塗ってもデスマーチ落城と持たれていた場合は、まあ、負けてしまうという状況ですね。まあ難しいですね。制限時間今回25分とかなり長めに取ってありますので、まあ、しっかり悩んでもらって、いいといった感じですね。アドバンスミラーね、もつれたりしますからね。まあ特にやっぱあの籠城車庫がいるカウンターデッキみたいな、そういうのもあったりするんで、しっかり、制限時間欲しいですよねって思ったりしましたね。まあ当日は悲嘆ガガガが少なくて、まあ、結構あの長引くゲープとかも多かった。さあプライマル目プライマルですね、まあ、これで一応バルカリアからの踏み倒しは消えました。さあベルデが出てきて盤面を取っていくと、まあなるほど、バルカリアネックスからの過剰打点だけで、まあ、このままいくと負けてしまうから、プライマルで一応メタ張りつつのベルデで面取って、まあ、バルカリアネックスが走るだけではアンさん勝てませんよという状況を作っていくといった感じですかね。さあベルデでダム動作、かなりマナの損失が激しいですが、まあ、侵略せずにガードストライクとかで耐える手もなくはないというふうに考えてるのかな。まあ、ただロイヤルドリアンで退化してきた場合にはそうですね、デッドダムとかまあマナに帰るとも言えるので、まあ、ここはまあそうですね、安全に、安全にというか、2面取りました。でランディーナスをパンチで、叩いていきますと、うん、まあそうですね、デッドダムか、さらにプレイヤー、おーおーおお、なるほど、全処理ですね。全処理でかつプライマルがいるから、まあここはそうかそうかそうか、なるほど。であればバルカディアネックスから何も踏み倒せないから、まあ、仮にバルカディアネックスが出てきたとしても、あのジャスキル組めないですよね。でバルカディアネックス
で仮に暴れられても盤面に、まあ、盤面というかダムトがあるからそこで処理していこうというような、まあ、プランですかね。まあ、仮にはここで、まあ、クロックだったりとかロイヤルドリアンとか踏んだ場合、まあ、ちょっと打点が発生してめんどくさかったかもしれないけど、結果的にここは何も踏まなかったからかなり相手に手札2枚与えてしまったものの、あの強気な2点かなりいいですね。マナが3枚まで減ってて、なんか踏んだ場合にはちょっと痛かったんですが、かなりいい、プランですねこれは。さあ、シュンシュータ選手、かなり、これはやっぱね、最終戦ともあって絶対負けられない。予選順位選考が、予選順位の高い方が、あの本戦では先行獲得できるというシステムですからね。そうなので 5-0 と 3-2 では全く価値が異なります。まあ、たまにその予選抜けてからはじゃんけんだよみたいな、まあ、CS とかもあったりして、まあ、そうなるとね、予選最終戦が本当にただの消化試合になってしまったりすることもあるんですけど、ここの予選最終戦はマジで大事ですね。それによって優勝できる確率がもうぐっと変わってくる。16位になると全部高校スタートだから全然もう話が変わってきちゃうんですね。なので、お互いにもう絶対負けられたくない、負けられない対面です。さあ、1コストデスマーチプレイしていきます。さあ、ここでマナ、墓地から当然バルケディア NX、 そして5マナタップということは、さあ、落城の刑ではなくロイヤルドリアン。さあ、これによってデッドダムドがマナに行きました。まあ、なので結果的に匠選手側の、まあ、マナ損失はないですね。さあ、トコシエのプライマル超人が、プライマル超人じゃねえ、プライマルジャイアントが2体いますので、ここはバルカデニクスから踏み倒すことはできないですね。1体だったら破壊してから踏み倒しができたんですが、なのでここは一旦プライマルを放置してデドダムで、デドダム取りつつ、まあ、ベルデに向かって突撃して、一旦まずはこの場からコマンドの脅威を、まあ、消し去って、まあ、バルカが残って帰ってくることを願うと。で、今デドダムを山札からコマンドなので出そうとして、プライマルの能力でマナに行くという挙動でしたね。まあ、これ大事です。大事っていうかあれなんですよ、あれなんですよってなんだ、あのデドダムたまに出すことあるんでね、忘れないでおきましょう。大型以外にもあの出すプランありますので。さあ、ここでベルデがあれば、まあ結構強いですね。ベルデの後続のベルデがあれば、まあバルカディアネックス取れてかなり強力なんですが、なんですが、あのバルカディネックスの呪文唱えられなくする効果で、まあ、ここは何も、まあ、ダークネスみたいな呪文一切打てないので、逆にベルデがない場合、このバルカディアネックスが一旦場に残ってしまってかなりきつい展開になる気がする。そしてマナにパーフェクトネイチャーがあるので、まあ、ロイヤルドリアンにあのパワープラス能力を付与することによってプライマル1体倒せるので、まあ、そのまま、まあ、ボルバル8とかぶん投げられると、まあ、負けてしまうんじゃないかなっていう感じですかね。さあ、このターンにベルで出せれば、まあ相当強いけど手札与えてしまってるから、まあまた何かシュンシュータ選手側も何かしてきそうではある。さあ、しかしここはダークネス埋めてのデドダムですね。まあ俺がオーラとか入っていれば、まあここしない、まあけど結局バルカディネックス倒すには至らないな、このターン。結局ね、ちょっと厳しいですねこれは。うん、バルカディアネックスの能力、呪文を唱えられなくするという能力がキルターンじゃなくても普通に刺さってしまっているパターンなのか。クロック入ってるんですね。はいはいはい。しかしここはターン終了ですね。ということは、あとはプライマル倒してバルカディアネックスでプレイ行けば勝ちかと思いきや、ラグナロクザクロックが実は入っているからボルバル8を投げても勝ちではないということが分かりました。これはシュンシュータ選手、このクロックを見てしまったがゆえに脳裏にちらつく負け筋。さあ、やっぱね、クロック入っているっていう事実が相手のプレイを歪める。クロックが入っているからこのターンは殴るのをやめようとか、クロックが入っているからそれをケアできるまで待とうとか、そういった、まあプレイをね、歪ませるカードであるので、僕は結構最近本当に、まあ、そういうラグナロクザクロック、以前はなんかね、トリガーはなんか抜けみたいな、なんかそういう、まあ、ある理屈を話したこともありましたけど、まあ、クロックってね、特にクロックみたいなカードはケアしづらいので、まあ、そういったカードを採用するメリットっていうのは、まあ、かなり大きいなっていう風に最近は、特に最近の環境というか最近のデュエルマスターズでは、まあ、特に感じてますね。まあ、スマッコンとかもそうですけど、おっとレオポルディーネコー爆弾レオポルディーネコー出てきました。さあ、まだからパーフェクトネイチャーでマッハファイターを2体に付与。おっと、これはすごい。さあ、しかもレオポルディーネコー呪文を唱えたので、あの1枚ドローすることができる。おっと、ネイチャーのアタック対象を変えました。ここは変えてきた。プレイヤーには行きたくないということですかね。なるほど。まずはロイヤルドリアンでパンチして、じゃったらレオポルティーネの方が良かったんじゃないかという気もするし、まあ、レオポルティーネこう今あの呪文唱えたんでワンドローできましたが、
できましたが、まあしなくてもよくて、そのそれによってなんか今踏み倒したいカード引いちゃったら、まあ、くっそ裏目だから、まあしない方が多分今正解ですね。忘れてたのかもしれないけど、まあしなくていいと思います。でゲーム出していく、しかし、あ、まあゲーム出していく、まあそっか、ゲーム出せば返し、なんだ裏目、まあベルで出てきても、まあハファイター消えてるから負け筋ないかな。ロコスト、いや外野手あればなと言っておりましたが、ちらっとあのこっちでは音声が聞こえてるんですけど、外野手あればなと言ってましたが、そうですね、ここでもし外野手改善あれば、まあとんでもないことになってましたが、それがないという感じですね。まあインビジブル13を入れているがゆえに引けていないのか何なのかわからないが、さあ VV8、 しかしこれは優勝オブザイヤー、これはターン、こんな状況でターン返してしまったら、さすがにクロックもすでに、ゲームエンペラーでケアできておりますので、はい、かなり厳しい状況ですね。一応あれですね、ボルバル8を出したタイミングで、シャカパチをしてしまったので、これどうしたらいいですかといったところなんですが、まあ厳密に言うと、まあ山札の順番を入れ替えるということはできないんですが、できないんですが、まあそれでその勝敗がどうこうということはないので、まあ、あの一応うちの大会ではそこまで厳しく取り扱ってないですが、まあ一応まあそのままで、やってくださいといったところですね。まだ、あ、山札の順番が重要なあの局面というか、そういう最低の場合はもちろんそれは厳しくしないといけないんですが、まあ、このボルバル8に、ボル VV8 に関しては全くそのあの弊害が出ない、まあ、デドダムでどこから処理するかみたいな、まあ、そんなようなもんですんで、なのでまあここは別にそこまであの重くあのペナルティがどうこうという話ではないという、そういうふうな案内をさせていただきました。さあディスジルコンを出していきました、一応能力が消えておりますのでドローはなし でここで何が出てくるのかというと、ボールバレート。さあこれで顔面ベラでクロックを止めて、まあリライフとかの、ガードストライクも止めつつの、プレイヤーに5点いくというような、感じですね。さあこれさすがに返す鳥がないよな、ないよなという感じですね。それで最後顔面ペラでダイレクトアタックが決まり、見事予選全勝でシュン・シュータ選手でしたね。さあ外資カードカイザーが入っていたから、まあ、一応あのタイミングで持たれてたらデッドダムと侵略で盤面返されてかなりしんどい感じにはなっていました。虚数転生ね、入って面白そうなリストだったんですが、ちょっとそれを使うゲーム展開にさせなかった恐ろしい墓地対価という感じでした。はい、それでは次回ね、多分まあ本戦の様子一気に全部、結構短いので一気に全部お届けして最終回とさせていただきたいと思います。今回の2試合に関して感想なんかもね、たくさん持ち寄り、まあ、それではまた次回の動画でお会いしましょう。